成立。成立。
とさ、はい、かゆみか、はや、誰がジェスチャーするよ。これな、誰がめくるか考えとこう。方法は何？どうする？めくればいいじゃん。ゆみちゃんがジェスチャー。どっちがいい？ブラウニー。で回答者が1人でジェスチャーする人が2人。じゃあブラウニー答えます。ほなブラウニーこれな、はい、OK、 あ、けど今は使わないからね。はい、もがいてや、もがいてや、はい、準備できたみたいや。よし、じゃあ回答者が、回答者はブラウニーです。はい、でめくってくれるのはソネとか。ただめくります。ではフルカにマイクをパスするね。はい、タイムキーパーとお願いします。タイムキーパー、タイムキーパー、あ、じゃあ神の声は、おっとー、見たにやるなー、これ見たにやるな。ママ
あの、必死とか言ってて。すごいね。わからんわ。パンダのちゃんすごかったよ。いや、みんなうまかったと思う。みんなびっくりしたやろ、ドーン言うて。そうだ。いや、なんか激しく倒れたりするのがみんなあるのかな。あ、そっか。すごいね、お姉ちゃん。やっぱり何でも知ってるな。サッカー見てたからね。あ、そうな。ワールドカップやったからな。ワールドカップ。遅い時間にやってたやろ。そうね。そう、もう寝てたから。寝てたから。そうやね。はいはい、行くでー。はいはい、行くでー。11。11、すごい。お姉ちゃんチーム第1回戦11問正解でした。ということで次はチェンジで、はい、回答者は回答者は誰が行く？ジェスチャーやりたい。すごいわそのままやな。じゃあそれとじゃあメルカが回答者やな。じゃあメルカ回答行く。トルカは多分なジェスチャーは慣れてるんやと思うわ。そうやな、うん、フルカ余裕ないと思うわ。準備よろしい？はい。ちょっと待ってね。みんな準備 OK？ くるかの利用がすごいな。じゃあ行きますよ。皆さん準備 OK ですか？はい。行きます。よーい、スタート。ハチ？あー、これは OK でいいじゃん。ハチ。ははは、OKOKOK。やったですから。
の古田さん。でも負けてるわ。これか。はい。え、よかったよかった。なんだその心こもってなさすぎる。よかったよかった。第2戦目いく？第2戦目いく？いってます。第2戦目いこうか。1戦目はい、いきます。2戦目はチェンジする？ちょっと作戦会議するわ。 OK。 どうする？うまいか、どうぞ。 OK。 うまいわ。私もこっちでもいい。でもじゃあ今度はでも高さもできちゃったな。えがしらめっちゃうまいな。対抗するのはユニカです。はい、もうこれさ、お客さん見てて分かるね。ちょっと今やで、ね、準備中、準備中。これまさかあのピラピラって回答しすぎたせいでまさかのまた問題が足りない。足りない。うん、これ実はお客さんからお題をね集めようかっていう案もあったんですよ。ただそれをするとえらいこっちゃになるんちゃうかってことで、ね、えらいこっちゃ、なんかもうあわよくばこのジェスチャーしてほしいみたいな書くやろ。そうそう。あまりにも道徳に反することはちょっと結構するけどな。めっちゃちょっとここでお題がやっぱりあまりお数が減ってないので、ちょっと内容変え、ゲームのルール変えます。はい。あ、これからお題を、出す、お題出す人は誰でもいい、誰でもいいので、お題出す人がいて、でそれを各チームの代表1人ずつがどっちが先に答えられるか。なるほど。数を、そう、数を どっちが、なるほど、どっちが数多く答えられるかっていう。そうそうそう。
何これゾンビサバゲーえゾンビじゃないのこれ死体え虫ゴキブリなんかこっち向いたんこれ絶対うまいと思うねこれ何やろ頑張ると頑張ってるいやこれ動きにねちょっと待ってねえ分からん多分ねサバゲリオネちゃんめっちゃ頑張ってんだこれなにこれ色的にも頑張ってんだこれなんだなんか一生懸命産み落とそうとしてる大丈夫誰が一番見つ？じゃんけん。ブラウニーなばめがいい。これブラウニーなばめのやつ。
最初でお願いします。オッケー、今から勝ち進むやつやな。だからブラウン1番がいいって。あ、なるほど。ブラウンにプレッシャー使えられません。どうですか。じゃあ最後な。サレットがな、手強いからな、前回サレットにやられたから。サレット割と強いんですよ。でね、違うの、練習の時は結構弱いんですよ。本番の時に一番強くなる。じゃあ、フルカとブラウニー準備 OK？ はい、いくよ。はい、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんポン。まあ
ことは？フルカとソネットです。あ、そうか。危険。強い。せやねん。意外に強いのよ。まあ、ということで今日の企画コーナーはこれにておしまいです。ありがとうございます。今日もお仕事をするとかあるので飲んでくださいね。じゃあメロコチームは一旦ちょっとだけ充電します。ありがとうございます。またね。絶対3度目あると思うんだよ。